ロニー・ジョーダンは20世紀末からのアシット・ジャズ・ムーブメントの最先端にいたギタリスト。死因は非公開。彼はまたアーバン・ジャズ、ジャズ・ファンク、クロス・オーバー・ジャズ、スムース・ジャズなどのようないくつかのジャズジャンルに分類される場合もある。ギャング、スターのメンバーの一員であるグルが発足させたユニット・ジャス・マッテスが1993年にリリースしたアルバム、ボリューム1。 ジャスマッティスにおいてフィーチャーされたことがきっかけになって、ジョーダンも一躍有名になった。日本では NHK ラジオクロスオーバーイレブンのオープニングとエンディングに使われていた時期があり知名度を上げる。1992年にファーストアルバムアンチドートをリリースして以来、ジョーダンの作品はビルボードの様々なチャートを支える大黒柱の一つであった。また彼は ギブソンギターベストジャズギターリストアワードとともにザ・モボベストジャズアクトアワードなどを含む数多くの賞の受賞者でもある。彼が2000年にリリースしたアルバムイブライターではグラミー賞のザ・ベストコンテンポラリージャズアルバムカテゴリーにノミネートされた。ロニー・ジョーダン51歳で死去を2014年1月27日ありがとうございます。